化粧水と乳液のみ。皆さんこんにちは。今回の動画は女子サッカー応援企画第2弾、女性のケア周りに関して話をしていただきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。前回の動画では、昨年開幕した WE リーグのことや、小林選手の現状、そして今後の展望を聞いてみましたが、今回は女性ならではの話や小林選手にさらに迫った裏トークなどを聞いていきたいと思います。よろしくお願いします。今回はぐっと小林選手に迫る質問をいくつか用意してますので楽しみにしておいてください。では最初に軽めに僕から質問させていただくんですけど、この動画はですね、先ほどタイトルにもあったように、女子サッカー応援スペシャル企画ですので、主に見ていただくのは女子プレイヤーの皆さんだと思うので、その方たちに有益な、情報を提供していきたいっていう中で、僕が聞きたいってことはまずその体のケア、女子だからっていうことはないかもしれないですけど、小林選手がこだわってるところ、こだわってないっていうことがもしかしたらこだわりなのかもしれないですけど、マッサージボールとか使ってほぐすのと、軽くストレッチとか、お風呂に使って上がってケアして寝るみたいな、特になんかとんでもないトレーニングしてるとかない？嘘でもない？ないないですない。秋山さん、はい、何かありますか？昔のことについて聞いてみてもいいですか？はい。小林選手が所属している日テレ東京ヴェルディベレーザのプロフィール拝見させていただいたんですが、そちらにサッカー選手になるために特に努力したことという質問にケアという回答をされていました。この回答のケアは学生時代のことかと思うのですが、具体的にどの時期にしていたものなのか、またそれはどんなきっかけでしようと思ったのか、お話をお伺いできますか？高校生は部活動で、寮に7人ぐらいで住んでたんですけど、やっぱり意識高い選手も多くて、その人たちが寝る前にケアとか体幹とかしてる人もいて、そういう刺激を受けながら自分もケアとかはしてたつもりだったんですけど、高3の時に前十字やってから、よりそのケアに費やす時間っていうのは多くなったのかなと思います。ちょっと別方向からも聞いてみたいんですけど、今後私たちのウィズアスプロジェクトでは女性サポートという意味でプレイヤーの肌ケアなどの情報提供も考えておりまして、特にこれからはちょっと肌ケアが気になる夏の時期に入っていきますが、小林選手肌ケアどのように行っているかとか、あと気を使っているポイントなどあればぜひ教えていただきたいです。化粧水と乳液のみ。基礎ですよ。もうベースが一番大事。ベースですよ。ちなみに周りにそういう肌ケアとか力入れてる選手とかいらっしゃいますか？基本的にみんな日焼け止めは絶対使いますね。ちなみに中澤選手、現役時代紫外線対策など意識されてましたか？しないよね。しないよ。化粧水でも乳液しないとね、ダメって教わったから途中で。それやろう。それやってください。はい。結構プライベートな部分だと思うんですけど、普段小林選手の私ユニフォーム姿、練習着姿ばかりちょっと SNS などで拝見させていただいてるんですけど、プライベートはどのような服装されてるとか、スニーカーにこだわりがあるとか、小物にこだわりがあるとかありますか？ラフっていうか、スニーカーを履いてて、それに合ったちょっとカジュアルめの服装ですかね。また何個かあるんですけど、いいですか？ちゃんといいです。ありがとうございます。まだ注意されてないから、注意されたら見とくね。はい、ちょっと止められるまで。Jリーグにあって、Weリーグにないものというか。どうやって着替えてるんですか？スタッフは全員出ます。ハーフタイムとかも着替えた後に監督が入ってきて、じゃあもうその時になんかちょっとしたアドバイスとかも監督できないよね。そうです。あんま分かんないよ。レフリーのやっぱレベルもどう？
際どいところは結構全部あげるみたいな。そうかそうかそうか、そうかところもあるし、そこは小林選手にとってはガンガンもっとやろうよって感じ。そうですね。ジェーニャってウィーにないっていうか逆でしょ、ジェーニャなくてウィーにあるのやっぱり華やかさでしょ。はい、です。じゃあそしたら最後に1個だけ、練習がある日とかの1日のどういう感じで過ごされてるのかなと思いまして。うん、何時頃に起きるの？7時から8時の間です。寝すぎると体が結構重くなっちゃうんで、7時前後に起きて、うん、ジムっていうか、はい、こうちょっと個人で行ってるところに午前ちょっと行く日もあれば、うん、ちょっとスーパーに買い物とか午前中にできることをやる時もあるんで、まあ、それどっちかなんですけど、1時ぐらいにクラブハウスに着く感じです。で練習してだいたいまあ1時間半から2時間なんで、4時ぐらいに終わってそこからまあ自主練とかも含めて4時半ぐらいに上がって、で帰宅が6時から7時の間、夜ご飯食べてお風呂入ってケアして寝るみたいな流れです。え、すごいね、プロだね。みんなその生活？いや、もう学生もいるんですよ。学生もいるんだ。大学生でレギュラーの子もいる？います。それすごいね。はい、基本的には練習優先っていうか、うん、練習は出てるんですけど、どうしても来れない曜日とかは先に練習やったり、うん、その後にやったりしてます。すごい貴重なお話をお伺いできました。小林選手ありがとうございます。ありがとうございます。ついついたくさん聞いてしまいました。まあ、またぜひ今度やらせていただきたいと思います。羨ましいですよ、そこにいられるってことは期待してるんです。はい、頑張ってください。